今日は何だと思う？歌舞伎町デート。違う。最近ね、僕のカバン持ちをしてもらってるんだけど、はい、あまりにも売れなさすぎるから、あかりちゃんが。ってことで、キングラビッツって知ってる？みんな乗ってるの。そうそうそう。キングラビッツの二人に、どうやったら売れるか。今から、実はね、約束してるから、行ってみましょう。イエー。じゃあ、今日は売れるための。我々はカリスマの思い出美味しいご飯を買いに行ってきたから、もう実に。甘くない。イエーイ。もうね、あかりちゃんをカバン持ちという名目のもと、いろんなインフルエンサーの人たちに顔を知ってもらうようにして、見てもらったことあるって大きいじゃん。知ってるとかって言われた方が接客しやすいから。でもそれを待ってくれないから、女目線でアドバイスするか。なんか、思い出させるって大事らしくて、SNS 絶対更新することとか、人のに移るとか、人をめっちゃタグ付けするとか、ただ、運意とメンションしてくれるからとか。今どういうなんか自分の売り出し方っていうか、何々のカバン持ちですっていう。あ、あれすれば僕は何々の付き人、今日のカリスマは何だらかんたら、え、それでいいか。でもそしたらこいつ出ないよ。バカターみたいな感じでイメージはついちゃう。僕は金持ちの息子で。あ、じゃあそれで。お前ワンバーイ。今日は早かった。バイバーイ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 。俺の TikTok ってすごくない？え、すごい！すごいっしょ！でもやっぱ TikTok が今一番熱いってすごいから、フォロワーとかも増えやすいし、稼ぎやすいっていうから、あかりちゃんも、あかりちゃんのアドバイス終わりだね。ありがとうございます。バイバーイ！あ、でもそんな風にくっついてないでしょ。一生懸命、そこをなんとか。いや、なんかね、でも、ピンかダメなんだと思うよ。ピンクに回りやすい人とか、キャラクターとか、そう言われます。そのイメージがついちゃってるから、そこを覆さないと売れる問題は。これ、結果、絶対俺が思ってるのは、うん、俺は自分で色で売ってないと思ってるけど、うん、でもやっぱ男と女だから、気になるっていう風にしないと絶対ダメだと思う。もう面白い人で終わっちゃってるんだよ、とか。そうやっちゃう。いや、だからそのやる人がいないか。お客様ゼロ。え、新規とかはできる？つくよ、つくつく、もちろん。めっちゃ新規、初回多いし。うちキャバクラやってるから、多分コストとキャバクラの営業の仕方って本当に多分違うと思う。違うね。あんまり自分のことも分かんないけど、イメージとしては、コストは色っぽい。でもそうよ、本当に。でも色恋しないと多分売れないと思う、最初は。一番絶対返し簡単って言うけどね、最初の暗い一歩としては。面白い感じで、多分すごい優しい感じがして合わせたりもしてる。分かんないじゃん、日常が悪いから。この間でもカバン持ち降格仕掛けた。なんでなんかもうバリバリの嘘をついてきて、俺も嘘って分かったから、お前にさ、言うことないし、どうすかみたいな、しなきゃ言ったから、俺がそれ嫌だって、お前ちょっと手がこうだから、すいません、バレたって思った。バレてない自信しかなくて。だから、お前絶対カマかけできると思う。いや、もう嘘つかれた時ってマジで分かっちゃう。もう俺その勘、多分女の勘ぐらい冴えてるから。なんか俺もでもこんだけずっと目をかけてて売れなかったら、もう首しかないな。あと1ヶ月後にはクビになります。バイバーイ。リアルに売り上げ月々大体ゼロに等しいというか。え、ホストできるの？2年ぐらい。2年で結構やばいよ。あれはでも100万とか。すごい。そういうのがあったなら過去があるでしょ。そう、いけてるんだから、いけるの絶対。なんかをちょっとこじらしちゃってよ。確かに今思えば、その当時ってプライドがなかった。今は変な格好つけちゃうとことか。あとは、なんか俺がこんだけ散々、じゃあ今日こういう風にあれとかも、いい機会なわけじゃん。なのに、さっきの撮影終わった後も、みんなが下でさ、インスタ教えてくださいとかやってる中で、こういったなんか外に、なんか外になんか、で、一人でこういう風にポツンといたから、もう、そういうのが自分も行けよ、インスタ交換してくださいって言ってたけど、あれは自分で行かないからね。そうですね。でも、あざといぐらいじゃないですか、めっちゃあるよね。写真とか、うん、でもやっぱ結局それと成功したりするし、ちょいちょいコメントとかして印象とかしてるんで、あの時のってなんか面白いって言ったら、こいつおもろいなって言ったりとか。なるほど。連絡とかは前に来てる。あ、連絡する人がいない。俺だよ、俺だよ、人やったりは。いや、今のサーチングが悪い。今のさ、簡単に言ったら、友達いない人に友達とか連絡取ってるのってめっちゃ気づいてきてるの。何やん、消えてる。一回できたことって絶対できるから、もう一回、うん、できると思ってますけど、こじらせだけなくせばいいんだよ。そうなんです。例えば、まだちょっとお客様いた時に、先生さん、僕ね、この間ホテル行ってきたんですよ、一緒に。でも、僕、ちゃんと抱かなかったです。なんでって言ったら、あ、これ大ちゃんと意味ないじゃないですか。
お前めちゃくちゃ売れてるやつが言う言葉だわ。お前はどんどん枕しとくやつ、ね。絶対よくない。でもさ、俺思うんだけど、知名度ってさ、マジ大事じゃん。これもある。ブスでもね。コンボ。ああ、コンボ。ちょっと、見てみたら。でもさ、やることはやれるじゃん。でもちょっとだけど、やったら女の子見せてって写真見せてもらったらちょっとしっかりしてください、やったぜみたいな、すごいめっちゃおもろいのが、シンディ君じゃん、やることの、シンディ君が、本当は俺はお前と同い年だからそこから決める中使おうぜみたいな、はい、で、シンディ君がナビは本当の参考者だから、え、何歳なの19、年下なんだみたいな感じで、あかりちゃんが、え、本当何だけちょっと生意気だけど大丈夫なのさ、何や、殺すの、怖い。っていうか、もう、頭に残ると思う。でも、インフルエンサーとか直接だったら、そうかな、どうかな、みたいな、めっちゃいいの。キューキューの違うかもとか、言わないから、ダメちょっとだと思う。そっち路線って言ってもいいの、絶対いつも見る、みたいな。売れるかと別として、コンソさんが欲しい段階でも、めっちゃ売り上げ上がるかって上がんないけど、多分みんな、コンソさんだとか、差をつけてとかになると思うんだよ。それで。売り上げより先ですね。知名だったらさ、何もできるもんね。本当さんが案件もないんだよ、だって。あと、超ミーハーがネットとかだったら、やっぱそういうのが絶対あるよ。結構いいアドバイスを今日はゲットしたんじゃないですか。ミーハーであって、みんな見守っていきたいなと思います。あ、ありがとうございます。プライドをなくす。色恋する。色恋する。達成です。頑張れ。知名度。ガツく。ガツく。あ、あと、本当に目標を決めるのって多分大事。あの、盛大な目標も大事だけど、その目標に達するまでのプランをもう紙とかにもう全部書いて。大事なんだ。大事なんだ。で、あと、例えば、フリーで来たお客様と繋がりました。LINE交換します。で、女の子が挨拶をします。で、その指名が来ました。その時にその人が捨てたタバコをもう、すごい。すごい来てくれたんだとか、そういうのやってる。覚えてるのが自分に興味持ってくれてるだから、300人ぐらいの誕生日入ってるもんで。よっしゃ。まあ、じゃあそんな感じで、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ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 。頑張ります。